ジョージ・フィールズは日本東京府生まれのオーストラリアの事業家、国際ビジネスコンサルタント、フィールズ・アソシエート代表。産農大学客員教授。1928年に東京で生まれる。父親が日本人で、母親がオーストラリア人のハーフ。初等教育、中等教育は日本で受ける。都立八中卒業。 東京が空襲を受けた後、父の勧めで、オーストラリアへ移住し大学へ進むことになった。パスポートを取得するまでの1年間は、父親の知人の紹介で撮影所で働く。1954年、シドニー大学経済学部卒業。英国ユニリーバ勤務を経て、1964年、アッシーマーケットリサーチ、日本支社不人と共に来日、以後日本に居住。 2008年10月2日、悪性難部主要により死去。80歳没。1997年夏から、島信彦の後を受けて、TBS 系の報道、情報番組、ブロードキャスターにて、レギュラーコメンテーターを2004年秋まで務めた。流暢な日本語で、経済や政治を話すことで有名になる。テレビ朝日系、徹子の部屋に出演した時には、 オーストラリアでは、田山家いなどを古い小説を読んでいたことや、黒沢明の映画を見た時英語の字幕を追っていたことに日本語の能力の衰えを感じたと語る。また母親は、修正、関東大震災の恐怖を覚えており、再来日の時も大いに心配したとも語る。終戦直後、呉ヒ広にオーストラリア軍が駐留していたため、最初の出国時には、広から、 オーストラリア行きの船に乗った。この直前、呉市中央の衝動を目にし、東京オリンピック前年に日本に戻るまで彼の中の日本のイメージは衝動であった。オーストラリア政府が同化政策を進めた際、当局と相談し、日本名に近い意味の単語を選び現在の生命を名乗ることになった。神戸連続児童殺傷事件についての絶火による交番のため、 ありがとうございます。